スーパーハクチョウ、スーパーハクチョウ及びハクチョウは、東日本旅客鉄道、JR 東日本と北海道旅客鉄道、JR 北海道が、新青森駅函館駅間を、大尾本線、津軽海峡線、津軽線、海峡、江差線、函館本線経由で運行していた、特別急行列車。本港では、青森県と北海道を結んでいた列車の遠隔に、 ついても合わせて記載する。青森県と北海道を連絡する特急、白鳥、スーパー白鳥は、2002年、平成14年12月1日に、東北新幹線が、八戸駅まで開業したのを機に、八戸駅での東北新幹線との接続、及び、津軽海峡線の快速、海峡の置き換え目的で、八戸駅、青森駅函館駅間で運転を開始した。 海峡は、青函トンネルが開通した1988年、昭和63年3月13日に運行を開始していたが、運行開始より15年が経過した時点では、専用客車である5 0系客車と ED79、軽電気機関車の老朽化が進行ていたこと、共に、軽電車の改造、折り返しで発生する着回しなど、 客車列車特有の作業の煩雑さや速達化の限界が問題となっており、これらの問題を抜本的に改善するため、東北新幹線の森岡駅八戸駅間の開業機に開業を廃止して、青函観直通の中高旅客列車を全列車電車特急化することが決定された。従来運行されていた特急、初りの分も含め、 列車本数は従来分を確保することとし、20りと海峡で時間帯が接近している列車については統合した。2010年、平成22年12月4日、東北新幹線の新青森駅までの全通に合わせ、新青森駅で東北新幹線と接続する特急として新たに運行を開始した。2016年、平成28年春、 北海道新幹線の新函館北斗駅までの開業に合わせ、同年3月21日を最後に運行を終了し、新幹線開業日である同年3月26日をもって廃止となった。列車名は北海道亀田郡七町の大沼に飛来する渡り鳥の白鳥、大白鳥内誌は小白鳥が由来とされており、新幹線。 早やや八戸駅や青森駅、広前駅間の特急、津軽ともに一般公募により決定された。応募総数第1位は、海峡、第2位は、津軽で、白鳥は第11位だったが、本州と北海道を結ぶ特急のイメージにふさわしい。という理由で採用となった。白鳥とスーパー白鳥の列車名の違いは、使用車両の違いによるものである。 スーパーハクチョウ及び7 8 9系で代走した、サイの、ハクチョウのヘッドマークには、コマーガタケをバックに、大沼を飛ぶハクチョウの姿が描かれている。廃止前までの運行外況は次の通り、定期列車は全列車が新青森駅、函館駅間で運転されており、スーパーハクチョウが8往復、ハクチョウが2往復設定されている。ただし、臨時列車の 白鳥のうち午前の一往復は青森駅函館駅間で運転されていた。新青森駅で東北新幹線、はやぶさ、はや手に接続するダイヤを組んでおり、号数も基本的に接続するはやぶさ、はや手に合わせていた。日中の列車は函館駅で特急、北斗、スーパー北斗に接続し、函館駅では対面乗り換え。 函館駅5.6番乗り場及び7.8番乗り場が考慮されていた。列車番号は、号数プラス 4000M、スーパー白鳥と白鳥の基本的な停車駅に、差異はない。特急列車を利用するには、特急料金が必要だが、カニタ駅来ない駅間は、特例として、乗車券だけで、特急列車に乗車できた。 この区間に普通列車が運行されていないためで、当該特例区間内の駅間での普通車自由席を利用した場合に限られる。特例区間内であっても、指定席やグリーン車を利用した場合、自由席であっても、特例区間外にまたがって乗車した場合は、実際に乗車した全区間の特急料金が必要となる。この特例は、青春18切符、北海道 東日本パスなどの普通列車に限って利用可能という特別規格乗車券でも適用されていた。また、新青森駅青森駅間にも同様の特例が両駅総合間の普通車自由席に乗車する場合に限り適用される。この区間でも普通車指定席やグリーン車に乗車する場合や新青森駅から青森駅を越えて津軽海峡線。 津軽線の函館方面の特急列車に通して乗車する場合には、新青森駅青森駅間の特急券も必要となる。以前は、青春18切符、北海道東日本パスにはこの特例は適用されなかったが、2012年、平成24年下記より適用されるようになった。車内販売は、全区間で JR 東日本の関連会社である。 日本レストランエンタプライズ森岡営業支店青森営業所が担当する。ただし、2014年、平成26年4月1日から、朝夕のスーパー白鳥2号、下り25.27号、上り14.16号では実施されていない。白鳥は、JR 東日本青森車両センターに所属する485、軽電車の3000番台が、スーパー白鳥は、 JR 北海道函館運輸所に所属する789軽電車の0番台、増結用として785軽電車の300番台が使用されていた。グリーン車は函館新青森駅方の1号車半室、自由席は2.3号車でそれ以外は指定席である。基本は6両編成で運転され、脱却時には 青森駅方に2両増結し8両編成となっていた。785系電車は2010年平成24年12月4日の東北新幹線全線開業日に使用が開始された。これは保留車となっていた2両を改造し789系霊番台の塗装に合わせたものである。スーパー白鳥増結時の7.8号車として789 計齢湾台に並結して運用されていた。計画当初、JR 北海道は自社運行分として781系電車を海峡線に転用する案も持っており、実際に主運転も行われたが、20km 以上に及ぶ連続勾配や高湿度など、青函トンネル内の過酷な走行条件と車両の更新修繕費を勘案した結果、JR 北海道では、 新型車両を投入し、JR 東日本は、初0用車両を継続使用することになった。運行開始当初は、JR 東日本運行分が、国鉄色の485系により運行される場合もあり、2001年、平成13年3月2日まで、大阪駅青森駅間で運行されていた同名の特急、白鳥の ヘッドマークがそのまま掲出されていた。また、ダイヤが乱れた時のダイソーで、白鳥に789系が使用された際には、スーパー白鳥と同デザインで、スーパーのないヘッドマークが掲出されていた。JR 北海道運行分の789系は古量編成だったが、八戸駅や青森駅間の混雑が著しく、特別規格乗車券で、 指定席の確保ができない乗客が自由席に流れ込み、自由席の混雑に拍車をかけていたことなど乗りから、2006年、平成18年3月18日に、中間車両を新造し485系と同じ6両編成になった。しかし2から5号車の座席種別は、どちらの列車も同じであるものの、グリーン車の位置が、スーパー白鳥は1号車。 白鳥は6号車と異なっていたため、2010年12月4日のダイヤ改正で白鳥の方向転換を行って統一を図った。なお、新青森駅、青森駅の一駅間だけ、大宇本線に乗り入れる関係で、青森駅で列車の進行方向が変わる。2002年、平成14年12月1日から2010年、平成22年12月3日までの、 八戸駅発着で運行されていた列車でも、八戸駅青森駅間で、東北本線、現在の青い森鉄道線に乗り入れていた関係で、青森駅で列車の進行方向が変わっていた。789系の座席テーブル裏、テーブル収納時の表面には、青函トンネル出入りの時刻とトンネル最深部の通過時刻が掲出されていた。海線の吉岡海底駅では、 1998年、平成10年3月1日から藤子、海、藤尾の漫画、アニメ、ドラえもんとのダイアップ企画、ドラえもん海底ワールドが実施され、これに合わせて列車の内外装にドラえもんに登場するキャラクターなどが描かれた編成が使用されることがあった。快速、海峡が運行されていた時期には、海峡用の客車、 50軽客車及び14軽客車の一部にシールステッカーを貼り付けるなどして運転していたが、開業廃止後の2003年、平成15年7月19日からは781系を改造したドラえもん海底列車、ドラえもん海底列車が臨時特急として運転された。2006年、平成18年3月18日に北海道新幹線工事のため、 吉岡海底駅見学コースは休止され、ドラえもん海底列車も同年8月27日を最後に運転終了となった。ドラえもん海底列車は6両編成で、富士コプロの特別監修により、それぞれにドラえもんのキャラクターや秘密道具をテーマにしたラッピングが施されたほか、客室の座席ヘッドカバーもドラえもんがデザインされた専用のものに変更された。また、4号車は、 ドラえもんカーとして、カーペット式のフリースペースに改装され、ドラえもん映画ダイジェストのビデオ放映も実施された。また、ドラえもんとのびたによる、車内放送も実施されたが、2005年、平成17年に行われた番組リニューアルに、伴い、声優が、大山信代と、小原の子から、水田わさびと、大原めぐみに交代した。往復乗車が原則であり、吉岡海底域は、 吉岡海底駅のみで降車、函館駅は吉岡海底駅のみで乗車可能であった。吉岡海底駅では車両を留置することも折り返すこともできないため、蟹田駅吉岡海底駅間を改装して運転し、蟹田駅で折り返していた。また、多客機には一往復が増発された。号数は、往路、袋もに82号。全車指定席で、 定員制のため、乗車券の他に指定席特急券、海底駅見学整理券が必要で、整理券は JR 北海道管内の緑の窓口、ツインクルプラザ、本州に所在する JR 北海道プラザを含む、もしくは道内の旅行会社で発売していた。ただし、仙台駅、森岡駅、秋田駅、青森駅、広崎駅、八戸駅、本八戸駅間、 三沢駅を初駅とする、函館大沼フリー切符を併用して利用するときにり、JR 東日本の発売箇所で、海底駅見学整理券を発行していた。函館近郊からは、海底駅見学整理券がセットになった、吉岡海底駅往復切符が発売されており、ドラえもん海底列車乗車の時に限り指定席が利用できた。 吉岡海底駅では安全上の理由から2号車と4号車のドアのみ開くとアナウンスがあるが実際は全ての車両のドアが開いたただし乗降は2.24号車のみでありその他の乗降ドアにはロープを張ることにより使用を制限していた弘前桜祭りの開催時期に合わせて弘前駅函館駅間で運行された臨時列車2000年 平成12年から毎年運転されていたが、2011年、平成23年からは、函館駅札幌駅間を中心に、道南皿エクスプレスが運転されることになり、本列車は設定されなくなった。2000年、平成12年旅はキハ183系機動車を改造した、お座敷車用、6000番台だったが、翌年からノースレインボーエクスプレスとなった。この際、 青函トンネル内では、起動車は火災対策上自走することが禁止されているため、青森駅函館機関は ED79 系電気機関車に牽引されて運転されている。そのため、列車番号上は、青森駅函館機関は、客車列車扱いとなり、起動車を表す D のアルファベットは付加しない。青森駅函館機関では、車内で映画を上映ほか、 オーディオサービスを実施していた。青森根太に合わせて、青森駅函館駅間で運行される、臨時特急列車で、2005年、平成17年から運行されていた。2006年、平成18年までは、ドラえもん海底列車に使用される781、系電車6両編成を使用して、全車指定席、全車禁煙車として運転されていた。2007年、 平成19年以降は、下り、青森発函館橋のみの設定となり、789、計6両編成での運転となった。2015年、平成27年は、同年に発生した青函トンネル内の発煙事故の影響で、使用車両を確保きず、運行されなかったため、2014年、平成26年の運行を最後に事実上廃止となった。2005年、 平成17年2006年、平成18年は、上磯駅にも停車していた。JR 東日本が秋田支社が主体となって、運転された、臨時列車。運転当初は急行、ハーバー函館2003年、平成15年は、特急で後に、ハーバーレインボーに改称し、その後、特急、ハーバーレインボーになった。なお、ハーバーレインボー時代に一往復だけ。 大立東夜間で運転されたことがある。また、夏祭りシーズンは、夏祭りエクスプレスとして運転されたこともあった。車両は、JR 北海道のキハ183系5200番台、ノースレインボーエクスプレスを使用していた。その後、特急、ハーバー函館を数回運転したが、この時は、JR 東日本青森運転所、当時の485系1000番台6両編成で、 運転された。ダイヤは基本的に秋田初土曜日朝、函館初日曜日の昼であったが、秋田初金曜日の万発で函館期土曜日の朝、期だったこともあった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。